自民党県連の総務会長就任が内定したのは、現在政務調査会長を務める皆川雄二県議です。皆川県議の総務会長就任は今月15日の役員選考委員会で執行部の案として示されたものの、県連の慣例では皆川県議が今年県議会の副議長を務める順番であることから一部で反対の声が上がり、継続協議となっていました。その後執行部は衆議院の早期解散が想定される中では、役員経験者で選挙実務に長けた皆川県議の起用が好ましいなどと委員を説得、意見を集約したところ大多数の賛成を得られたということです。一方、この人事案を受け、県連は次期議長に二礼達夫県議、副議長に青柳正史県議を当てる方針です。次期役員はあさっての県連大会で正式に決まります。